はい、皆さん、こんにちは。今回もピンクです。ということで、いやね、最近本当にね、ピンクのシャツをね、着る機会が増えております。私にとっては非常に嬉しいんですね。えー、でですね、やっぱりこのピンクのシャツを着る時には、えー、天皇ご一家の話、特に年の宮愛子様のね、話が多いわけですね。というようなことで、あの、ちょっと前のね、動画でも私お話しさせてもらってたんですけども、 やっぱりね、この YouTube の動画の中で、特にこの皇室関係っていうと、やっぱりね、そのニューヨークの例のトンズラ夫妻だとか、もしくは最近に至っては、その A 宮家にね、このまま皇統が移ったら何ぞやというようなことで、まあ、皇室転半改正みたいな話になるわけなんですが、まあそういったようなね、A 宮家に対して、まあ例の佳子さまの一人暮らしだとかね、悠仁さまの論文の問題だとか、まあそういったようなね、 えーまあ、批判的な動画の方がやっぱりね、なんかご興味があるというかね、どうしてもね、皆さんが見るような機会が増えちゃうんですけど、私は以前からね、特にこの天皇ご一家、特になんですけど、もちろん、あの、近所陛下ももちろんなんですけど、特にやっぱりね、皇后雅子さまと敏宮愛子さまの話はね、積極的にしてたんですよね。どうしてもね、なんかこのほっこり話というかね、 そういったものは、あの、なかなかね、視聴回数上がらないんだけど、私はなんか自分のね、自己満足的に、いや、こういっつらほっこり話、嬉しいね、みたいなことで、えー、言ってたんですけども、最近本当にね、特に、え、愛子様ですね、愛子様の話題が非常に多いので、えー、私もね、このピンクのシャツを着させてもらう機会が多くて非常に嬉しいです。えー、というようなことで、えー、今回もね、 えー、年宮様の話ですので、ぜひね、最後までちょっとご覧になっていただければなというふうに思います。はい、ということで、いつものことく画面変えたんですけど、まずはね、この話。はい、えっ、ー、とね、皆さんこれ楽しみですね。あの、これ昨日ぐらいね、ちょっと出たような記事なんですけども、えー、年宮愛子様が、え、外国要人を招いた宮殿での昼食会に初めてご出席されます。ということで、9日のケニア大統領夫妻との えー、昼食会にね、えー、ついに愛子さまが、えー、天皇皇后両陛下とご一緒にご出席されますというようなことで、当然ですね、こういったような、えー、外国のね、要人の方を招いたご昼食会に愛子さまがご出席されるのも初めてということで、いやいやいや、これね、はっきり言ってね、9日、えー、ちょっとね、この動画上げるのがね、ちょっと8日に上げようか、9日に上げようか、ちょっと今迷ってるんですけども、 まあちょっとね、どっちかわからないんですけどもいずれにしてもね9日の日のこれ当然昼食会ですのでまああの夕方ぐらいにはね各社え揃ってね報道がバーッと出てくるのではないかというようなことを私も期待しておりますしまあ間違いなく出てくるでしょうねまあそういったようなことでちょっとね心待ちにして私もね報道が出てきましたらすぐにでもね動画上げたいなというふうに思ってますのでねえそういったようなことで いやーこれはね、楽しみですね。ほんと楽しみ。で、まあ一応ね、また通訳の方はおられるでしょうけれども、なんと言ってもね、まずあの、天皇皇后両陛下はね、通訳いりませんからね。それとともに、えー、やっぱりね、 え、この木曜日今週出ていた文春でもね、書かれておりましたけども、やっぱり学習院のね、他の学生がね、舌を巻くぐらいね、え、愛子様の発音はね、もうそれこそネイティブレベルみたいなことも言われていて、すごいみたいですので、まあおそらくね、この天皇ご一家が外国の要人の方ね、招かれても、ほとんど通訳いらねえな、みたいなね、感じですけどね、まあもちろんいるでしょうけどね。 なんか、通訳の方もね、えー、なんていうのかな、暇なんじゃないかな、みたいなことを私は思いますけどね。はい、まあ、そういったようなことと、まず非常にね、嬉しいと嬉しいというか、楽しみなね、話がまず入ってきたのととも,ともに、ちょっと次のページ。いやね、私ちょっとね、あの、サムネイルにも書かせてもらいましたけどもね、ね、お相手うんぬん。いや、ちょっとね、このことに関してはね、もうね、えー、優しく、あのー、ね、 お守り、ね、見守りましょうよっていうようなことをね、私今回の動画に関してはね、言おうと思いました。でね、やっぱりね、過去様なんかもそうなんですけども、まあもしくは他の女性皇族の方もそうなんですが、どうしてもね、女性皇族というとね、お相手はというようなことで注目されるので、ちょっとね、えー、どこかの男性と話していただけでね、え、何々みたいなことで、記事にされちゃうんでね。 まあ、ある意味、ちょっとね、おかわいそうなとこもありますけど、まあ、逆に言うと、それだけね、国民が、まあ、注目しているということではあるんですけどね。まあ、でね、今回ね、ちょっとここに、えー、この黒板でちょっとお示ししているのは、今週出ている今度はね、新潮なんだけどね。まあ、ちょっと文春も一部ありますけどね。まあ、そういった中で、いや、愛子さまに関しても、以前から確かにこういったようなことで、いろんなね、お相手というか、まあ、噂がされておりましたよね。 でね、まあ確かにこういったような週刊誌がねいろんなことでさっき言ったようにちょっと話していたからねこの人は誰だみたいないやわかるけどさちょっとねあの静かにね,、えー、ね見守りましょうよみたいなことだと思いますよねだってさあの皆さん思い出しませんか天皇陛下がね今現在の皇后雅子様との間もね一回おき先候補ということで でね、えー、まあ当時ね、えー、その、まあ当時、小和田雅子さんだった時にね、直撃インタビューみたいなのもあってね、雅子さんも、まあ当時の雅子さんですね、雅子さんも、そのインタビュアーに対してね、いや、そんなことありませんから、みたいな、そういったような動画も今現在残っておりますけどね、一旦話が出て、それからまた話が持ち上がったみたいなことで、やっぱりね、大変なんだよね。なので、特に女性か、女性の方のお気持ち考えると、いや、ちょっと大変だよね、みたいな話。でね、 例えば今週出ている文春でもね、これちょっとすでに文春の方ではお話をね、一本、日本前の動画でも話をしましたけど、なんかさ、生田遠回りのね、イケメンだとかさ、なんかそんなようなこと言ってるんだよね。なんか黒髪でさ、なんか珍しいバンカラ学生。いやー、バンカラの男子学生、ちょっと愛子様には、とはちょっと、ちょっと想像できないんだけどね、そんなようなことが出ていたりだとか、特に新、特にに至ってはですね、 なんかね、過去からの総集編じゃないけども、なんか確かにこういったようなことがいろいろと噂されましたね、みたいなことをね、ザザザザーと出してるんですよ。だからね、全然新しい話じゃないんだよね。あの、過去からの本当総集編的に、例えば、えー、ね、かつての噂、これ噂話って私は勝手に書いてんだけどね。まあ本当に噂話の総集編みたいなことをずらずらというふうにな、並べているわけですよね。例えばね、えー、旧宮家のね、かや家。 まあこれも前からね、ずっと言われてますからね。28歳と26歳のご子息がいて、非常に愛子様ともご年齢が近い。なおかつね、旧宮家のね、男系男子の人の養子,養子に迎えるって言ったようなこと、これに関してはこれからね、話がされるというようなことに決まってますよね。といったようなことを考えると、ということで、もう以前からずっとこの旧宮家のね、茅家に関しては言われておりますけども、まあそういったような話だとかね。 あとは、これも確かに言われていたよね。あの、華道の家元の、ね、池坊池の坊の次期の家元の、えー、池,池坊ゆきさんのご子息の方で、池坊、このね、泉、え、州、ー、さんの、えー、お名前。この方ね、今現在写真家なんだけど、これもね、数ヶ月前に出てましたよね。もう本、ん、当、ほんと出ては消え、出ては消えみたいなね。そしてね、あ、これもなんか出てたね。その下に書いてある。 学習院の幼稚園とね、それこそ、えー、なんか初等科を通じてね、同級生だった A さん、なんか当時は伸びたくんみたいなことを言われていたみたいなね。でも今現在は、えー、なんかね、えー、もう180センチの長身でね、えー、それこそね、えー、東出正宏さんのイケメンだとか、まあ確かにこんなようなことも言われた記事ありましたよね。で、偏差値74、すごいなみたいなね。 そういったようなことも、えー、報じられたこともありましたと。まあ、こういったようなことだとか、まあ、ちょっとね、新居の記事には書いてませんでしたけど、つい最近だと、何でしたっけ、あの、東京ドームシティでしたっけなんか一緒に、その他の学習院のね、同級生というか、お友達と一緒になんか、ちょこちょこっとね、遊園地に行って遊んで、遊,遊びにね、えー、遊んでおられた、えー、その愛子さまということで、まあ、非常にね、他の学習院の え、まあ、同期の人だと思いますけども、そういったような人たちと、え、楽しまれていたということでね、まあ、それ自体は微笑ましいような話なんだけど、なんか、え、それと、なんか、男子学生と話していただとかね、そういったような話も出てたよね。本当になんかね、ちょこっと話をするとすぐにこういった噂になっちゃうというね。まあ、そういったようなことなわけですよ。本当ね、ごめんなさい。本当にね、なんか、女性皇族の方、 まあね、に関してはね、こういったような噂がすぐにね、そのお相手かな、みたいなことで、噂がされちゃうようなことでね、まあ、ちょっとある意味ね、大変だしね。まあ、特にあの、皆さんもね、あの、よくご存知だと思う通りですね、えー、年の宮様に関しては非常にね、真面目ですよね。真面目なご性格、ゆえに、学業に関しても非常に熱心。で、こういったようなね、まあ、噂がいろいろ出るとね、ご自身もいろいろね、お気に入り、 なさるのではないでしょうかと言ってのこともね、考えられますので、私なんかね、やっぱり本当によく思いますけども、いやね、結局外野でしょ外野がね、ああだこうだっていうようなことだから、まあ、週刊誌がね、ちょっと騒ぐのは仕方ないかなっていう気がし、まあ、することはするけどね、でも週刊誌はちょっと騒ぎすぎだよね、はっきり言ってね。もう、あの、外野に至ってはですね、静かにお守りですね、見守ることが、えー なんていうのかな一般国民としてのね、えー、責務になるのじゃないか。といったようなことを私は感じますが、こういったようなことを感じるのはどうですかね私だけなんですかねぜひ皆さんにもご意見をお伺いしたいなというような気がいたします。さっき言ったようにね、えー、愛子様が初めてね、天皇皇后両陛下とご一緒に、えー、その外国のね、要人の方々とね、食事会をされました。みたいな、こういったようなことはいいですよ。どんどん報道してほしいな、みたいなね。 それによって愛子さまの素晴らし方がまたどんどん引き立つのでね、そういったのことはどんどん報道してほしいし、私もどんどん動画撮っちゃう <laughs> みたいな感じなんだけどさ、お相手ね、と言ってな感じだと思いますけど、皆さんどのように思いますかね、といったことで、まあたまたまね、特に新庄、今週の新庄はさ、大きな見出しでね、なおかつね、愛子さまのお相手総集編みたいなことで出してるから、いや、ちょっとそれ、それはちょっとちゃうんじゃないのみたいな感じだったです。 皆さんどう思いますか。ありがとうございました。バイバイ。